そのぐらい真剣ですよ、僕は。余計なことばっかり言うかもしれないけど、でも私の住んだ町、皆さんの住んだ町ですから、電車もこの間は問題あったでしょ。普通だって他の国に多分止めてると思うよ。普通だけ行って危ないなと思ったら手出す、止めようと思うけど、やっぱり日本ちょっとね、平和ボケしてるわ。もうちょっともうボケてるなと、よくない。なんかあったらすぐ助けよう。なんかあったら後のこと考えればいい、後で。やっぱり人を助ける第一に考えればいい。こう見ても真面目な話はたまにします。たまに真面目な話すると見て暗くなっちゃう。うちの奥さんは踊ってもらう。キラキラ星。